皆さんこんにちは。前回は挨拶の手話を紹介しました。バッチリ覚えられましたか？今日は2つ紹介します。1つ目、ありがとう、ありがとう。これは相撲の力士が勝った時に懸賞金を受け取る、このような動作から来ています。なので手は下から上にしてください。ありがとう。2つ目、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これは良いという手話とお願いという手話で表します。良い、手をグーにして鼻の前へ少し出します。鼻が高いという意味もあります。それからお願い、皆さんも普段誰かにお願いをするとき、このような動作をされませんか？手話も同じです。お願い、お願いありますので、よろしくお願いしますの場合は片手でお願いしてください。今日はありがとうとよろしくお願いしますの手話をご紹介しました。皆さん気持ちを込めて表現してください。